でも基本的に一人一人で収録するっていうのが普通だったりするんですけれども今回のアニメに関しては4人で一緒に収録することができてしかもねプロデューサーが夏目さんとかとも一緒に収録できたからそれはすごい楽しかったよねプロデューサーの声を知らないはずなのに夏目さんのお声を聞いた時に知ってるプロデューサーだってめちゃくちゃ思って。 不思議だった感覚だったんですけど今まではやっぱ想像で補ってた部分がすごく4人で話す時とやっぱりプロデューサーと例えばトールで話す時ってみんなそれぞれテンションが違かったりとか気持ちが違かったりするのを想像してたのがリアルでアフレコすることによって感じながらお芝居ができたのが本当に楽しくてそれはすすごい印象に残ってまね自然と出てくるよね。自然と出てくる どううだったサランえもうなんか自然に溢れすぎててというか4人で収録できたことが本当に嬉しくて安心感がすごかったので、うん、なんかそののめり込めれたというかその世界観に、うん、あとはまあそのみんな変わらずなんかこう私は緊張してたんですけれどもみんなあ、見て、お菓子あるよみたいな感じでこ名 <laughs> を和ませてくれてたんだよね。 いや多分お菓子があったから喜んでただけだよ純粋にそういうことだったのかそうなのお菓子も取っていいよみたいなとか言ってくれたりとかしてありがとうって気持ちだったんだけど優しいねなんでもこういい方にいい方に本当にこの子は優しいんですよ四人ででも収録だとなんか私は恋人ちゃんの田島さんのチューニングがすごい好きであかる泣き声なんですよ私は結構ひななうるさいとか言ってひどいよね 沖縄大好きでもいいんだけど沖なうるさいってチューニングすることが多いんですけどピーとかピャとか鳴き声でチューニングするから出ないから普通そんな音それを聴けるのも結構ね4人の収録ならではだなって思ご確かにおのおのねチューニングがあるよね和やかだったねずっとうん